シーズン終盤戦になってくると気になるのが監督の人事。2024年シーズンも神采配と呼ばれるような光る采配もあれば、選手とうまくいってないのかなとプレーよりベンチワークが気になってしまうチームもありました。今回は2024年シーズン限りで退任すると噂になっている監督を検証します。実際のところはどうなのでしょうか。1人目、阪神岡田彰布監督。2023年に阪神を38年ぶりの日本一に輝かせた岡田監督。2024年が2年契約の最終年となりますが、2023年の実績や今シーズンも優勝争いから脱落していないところを見ると、優勝を逃したとしても続投させるのが筋だろうという声が聞こえてきます。しかし2024年で67歳となる岡田監督だけに体調の不安があり、遅くとも0時には帰宅するようにし、遠征時も外食に出かけることはほとんどなく、ホテルに直帰している様子。就任会見の時から長くはやらないと語っており、2023年のリーグ優勝の際も来年はやるわと、あくまでも2年だけだと捉えられる発言を残しています。ある阪神 OB は、岡田さんはシーズン中もずっとしんどいわと言っていた。連覇して勇退したいというのは本音でしょうと語っており、岡田監督が体力の限界を迎えていることは間違いないはず。阪急阪神ホールディングスの住会長は、岡田監督に後任育成を任せているそうで、岡田監督も、阪神は阪神でやってきた奴らで立て直したい、 FA がなかった時代の西武なんか理想よと語っており、吉田義雄氏との対談では、ある程度コーチとか経験戦といきなりは絶対無理やんと、現時点で阪神に在籍しているメンバーから後任を生み出したいという発言を残しています。そこで上がってくるのが今岡コーチ。今岡コーチは阪神の2軍コーチやロッテの兼任コーチとして指導者として8年の実績があります。今岡コーチは岡田監督が2003年に阪神の監督を務めていた際に選手として活躍しており、ヒントは与えるが、あとは自分で考えろという岡田イズムを継承した存在。岡田監督は周囲にいろいろな球団を見るのは勉強になるとも話しており、今岡コーチがロッテに移籍した経験もプラスに捉えているようです。岡田監督が阪神の監督再登板が決まった際に今岡コーチに声をかけており、今岡コーチは当初体調不良を理由に保留していたものの、岡田監督が治るまで待つとまで言うと、岡田監督を男にすると意気込んでのコーチ就任。深い関係で結ばれているだけに、今岡コーチにバトンタッチし、岡田監督は GM として阪神に関わっていくのではないでしょうか。体調面を考えて、岡田監督は今季限りで勇退するのではないかと思われます。2人目、DeNA 三浦大輔監督。2023年は球団初となる交流戦優勝を果たし、球団の生え抜き監督としては初の2年連続 A クラス入りという結果を残した三浦監督。しかし、2年連続でクライマックスシリーズで姿を消し、2024年は8月に自力優勝が消滅してしまうという不甲斐ない結果となりました。監督就任4年目でも優勝することができない DeNA の現状を見たファンからは、三浦監督を辞任させた方がいいのではないかという声も上がっています。とはいえ、三浦監督が監督に就任した2021年は最下位に沈み、三浦監督の采配にも苦言が多く飛んでいますが、新監督になってもコーチ陣がほぼ変わらないという環境の中で戦ってきたのです。そんな環境の中で2年目からは A クラス入りを実現させ、2024年は横浜進化をスローガンとして、日本では前例のないアナリストを投打のコーチのチーフにするという決断を下した三浦監督。特に36歳という若さの鶴岡コーチは、選手として一軍の経験もなく、ブルペン捕手からゲームアナリストを経ての異例の大抜擢。アナリスト出身の彼らと経験のあるコーチの指導をうまく融合させたいんですと、三浦監督は意図を語っています。またコーチもオフェンスとディフェンスで分けていますが、それに関しては昨年までは相川コーチが守備も攻撃も見ていましたが、明確に分かりやすく分けてシンプルにしましたと、より集中できる環境にしたと説明。
球界最先端の指揮系統を目指すかと聞かれると、そういうところを目指していく、すべてを勝ちに結びつけるためにいろいろなアプローチが必要ですと挑戦する意欲を見せた三浦監督。現役時代横浜一筋25年でチームを支え続けた三浦監督は、2016年に引退した後、特別アドバイザーという肩書きでチームに残り、指導者としての勉強をし、投手コーチ、二軍監督とキャリアを積んでの監督就任。球団からの期待は間違いなく大きいでしょう。一方で、現場は一枚岩ではないという情報もあります。DeNA 担当者は言います。三浦大輔監督と石井拓郎コーチの関係悪化が心配です。試合中のベンチでも石井コーチは三浦監督から距離を取るようになり、近くにいるのも嫌がっている。それどころか報道陣の前で三浦監督のことをあいつとか、さらにひどい呼び方をする時もある。石井コーチが年上とはいえ、現場のトップである指揮官をそんな風に呼ぶのはよほどのこと。石井コーチは三浦監督の後釜の一番手と目されていますが、難波智子オーナーはリーグ優勝を果たせていないものの三浦監督を買っていて、 CS に出られれば続投要請する可能性が高い。いずれにしてもオフにはどちらかが球団を去ることになると見られています。フロントと選手の間にも隙間風が吹いているといいます。別の記者は、昨年聞いた話ですが、ある幹部が主力選手に、優勝はしなくていい、盛り上げてくれればいいと信じられないことを言ったそうです。優勝すると選手の年俸を上げなくてはいけないからというのが理由です。理想は優勝できなかったものの、 CS を勝ち抜いて日本シリーズに出場した2017年だそう。それと今季は、昨季までアナリストをしていた大原慎治、鶴岡健次郎をコーチングスタッフに入れてデータ活用の充実を図ろうとしたのですが、結果に結びつかないのか、選手たちの信頼を得られていないのが実情ですと話します。チーム内がガタガタしていますが、前任のラミレス氏が5年間監督を務めていますし、2024年に新しい体制を整えてまだ1年目、三浦監督をこのタイミングで退任させることはないのではないでしょうか。2025年が三浦監督にとって大きな勝負の年となりそうです。3人目、ヤクルト高津慎吾監督。2021年と2022年にチームを連覇に導き、2021年には日本一も経験し、監督として球団史上4人目となる通算300勝を達成した高津監督。2024年で契約が切れる高津監督ですが、2023年の5位に続き、2024年も中日と最下位争いを繰り広げ、2年連続の B クラスが確定。2024年は球団創設55年というメモリアルイヤーにもかかわらず、開幕から下位低迷が続き、93試合目で自力優勝消滅という現状に、衣笠剛会長も、2連覇するのは非常に大変なことと功績を評価しながらも、今の順位からいくともう少し状況を見てと退任の可能性があると取れる言葉を残しています。ヤクルトの監督経験もある野球評論家の広岡達郎氏は、どうしたんだヤクルトは、なんでこんなつまらないチームになったのかと怒りを隠せない様子。チームの不成績は監督の責任、打線の破壊力はリーグトップクラスでありながら、なぜこの位置なのか。投手出身の高津が投手を整備できなかったことに加えて、野球が下手になった。このままやっても浮上は見込めないと、低迷は監督の責任とし、退任すべきと発言しています。とある球団関係者は、高津監督は層が厚いとは言えない中でよく戦ってきましたが、来季に向けた展望は明るいとは言えません。新しい風を吹き込むしか打開策はないという考えのフロントもいますと、こちらも高津監督退任の可能性が高いと指摘。ヤクルトは野村克也氏以降、ヤクルト OB が監督を務めていますが、次期監督最有力と言われているのが池山貴弘二軍監督。5月に体調不良で一時離脱があり、心配される声が上がりましたが、一時的なもので現在は体調も問題ないそうです。青木という大ベテランの引退もあり、ヤクルトは生まれ変わる時が来たのかもしれません。高津監督は退任となるでしょう。4人目、
オリックス中島聡監督。2021年に監督就任すると、前年最下位だったチームを優勝に導き、46年ぶりのリーグ3連覇。2022年には日本一も獲得し、オリックスの黄金時代ともいえる成績を残した中島監督。2024年は B クラスと低迷していますが、山本のメジャー挑戦に相次ぐ中心選手の戦線離脱を考えれば、中島監督の責任とは言い切れない部分が多々あると言えそうです。港球団社長は中島監督の去就について、来年以降も続投してほしいのですが、監督ご自身と話は何もしていないと話していますが、中島監督への信頼を問われると、それはもちろんと頷いており、勝利と育成の両立を掲げ、3連覇に導いた功績を考慮し、続投する方向で話を進める様子。中島監督もクライマックスシリーズ進出絶望的な差が開いても、完全に可能性がなくなるまでは絶対に諦めちゃいけないと、投手が衰えていないところを見せています。手腕の部分では疑いの余地もないのですが、気になるのが中島監督の体調。2023年6月13日に体調不良で一時戦線離脱。20日に復帰したものの、昨年は圧倒的な成績でリーグ優勝を収めたにもかかわらず、辛そうな表情が目立ち、いつもしんどいですよ、年も重ねてきたし、と体調的に辛いと中島監督自身も話しています。しかし、29年というプロ野球史上最長となる現役生活を続けるという驚異の体力と精神力を併せ持つ中島監督。2024年は戦線離脱せず、後半戦でも闘志を見せていることを考えると、来季は監督を続投するはず。怪我人が相次いだことで成績が低迷したまま終わることはないでしょう。来季は中島監督の続投で改めて強いオリックスを見ることができるのではないでしょうか。5人目、西武渡辺久信監督。松井監督がシーズン途中で休養したことにより、5月28日から GM 兼監督代行となった渡辺監督。就任会見では A クラス入りを目標に掲げたものの、球団ワースト記録となるシーズン84敗を抜いてパリーグダントツの最下位と低迷する西武。渡辺監督自身、私の力不足しかないと自らの責任について言及しており、来季は GM に戻って仕事すると関係者に漏らしているようで、辞任はほぼ決定的だと言えるでしょう。気になる次期監督候補は当初西口二軍監督と言われていましたが、松井前監督が途中退任となったことで伊藤勤氏の名前も挙がるようになりました。西武のチームスタッフは、チームの課題は明らかに打線です。伊藤さんなら捕手出身で攻守両面を見ることができるのも強み。投手出身の西口が攻撃面を学べる利点もありますと、チームの改革に伊藤氏は適任であると発言。伊藤氏も戦力が整ったチームよりも低迷しているチームを再建することにロマンを感じると話しているそうです。しかし伊藤氏はロッテ監督時代に西武ファンからいつか西武に帰ってきてくださいと声をかけられると、残念ながら絶対ないですと断固拒否。あれから11年の月日が流れているだけに気持ちも変わっている可能性はありますが、遺恨があることは間違いありません。西武のフロント陣は代々 OB で固められていることを考えても、やはり西口二軍監督が最有力ではないでしょうか。渡辺監督の退任はほぼ決定的と言えます。6人目、日本ハム新庄剛志監督。2022年に監督就任し、2年連続の最下位に落ち込んだものの、今季は A クラス入りでクライマックスシリーズ進出決定的となった新庄監督。最下位に低迷はしたものの、若手を積極的に起用したことでチームを成長させた上に、新設球場という理由もあったものの、新庄監督任期で観客動員数を増加させたことが評価につながったようです。続投が決まった際に、この世界は結果がすべて、来年同じような結果ならユニフォームを脱ぐと宣言していましたが、その決意を結果につなげています。日本ハム担当記者は、クライマックスシリーズ進出を果たせば続投を要請される可能性が高いと話しており、来季も続投する可能性は高いと言えそう。心配なのは新庄監督の意向。日本ハム OB は、
ある意味辞めるにはちょうどいいタイミングでしょう。新庄監督は気まぐれではあるが不義理はしない。3年契約を全うしたら義理を欠いたことにはなりませんからね。球団も新庄監督に辞意があれば無理に引き止めないと聞いていると新庄監督側から辞任を表明するのではないかと話しています。最下位からの A クラス入りの手腕は間違いないものの、新庄監督が目指したのは優勝。それが達成できないとなると退任したとしてもおかしくはありません。しかし逆に言うと、その優勝を果たすことなく中途半端な形で新庄監督がユニフォームを脱ぐことはあるのでしょうか。新庄監督を慕う新庄チルドレンと呼ばれる選手たちもいるだけに、この流れで2025年に優勝を狙うのではないでしょうか。優勝のために新庄監督は続投するのではないかと予想します。チーム事情で退任の意向を固める監督もいれば、体調面で監督を続けることが難しい監督もいます。様々な監督が存在するものの、変わらないのは全員優勝するために奮闘しているということ。新しい監督も続投する監督も2025年シーズンのペナントレースを盛り上げてくれることに期待したいです。今季退任が噂される監督7人を検証しましたが、いかがでしたでしょうか。あなたのご意見、予想をコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、いいねボタンをよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次も興味深い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいませ。